しいです。かも。かも。かもいや。かも。かも。いや。かもいや。お越しいただきどうもありがとうございます。島本プロです。よろしくお願いします。
とうございます。改めましてこんばんは、菅野総一郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。くんちゃんおかわり。はい、お母さん、あとお母さん、はい、なんか ノンアルの何かいいやつを。ノンアルの何かいいやつ、なんじゃそれ。翔太郎くんのこちらです。あの歌ってる途中でもお酒とか頼んで大丈夫ですからね。はじめまして、菅野総一郎と申します。あの好きな女性のタイプは眼鏡をかけている女子です。そして色白な人がいいです。性格は特にあのうわー怖いわ。めっちゃ怖い。好みは割とはっきりしてるんじゃないか。若い子も嫌いじゃないです。さっきのおじさんじゃないですけど。、思春期の女性の性欲の歌です。少女の夢聞いてください。クジャクが鳴いてるの。私
思い描く理想の女性になかなか出会うことができなくて日々もんもんとしております。あ、怒りが晴れたら来てる、自分がもし女の子だったらそんな妄想ばかりが頭を駆け巡り、散らかった狭い部屋の中で世界が加速していく、そんな時間でございます。続きましても少女の歌です。女の子たちのドロドロした友情ってこんな感じかなっていう曲です。白い花っていう曲を聴いてください。花はやがてしなびてた根をばらまいて
ありがとうございます。ライブの日はだいたい1日休みにしていて、今日もライブにリハーサルの時間にお店に来るまではずっと何も予定がなかったんですけど、ずっと家でというか部屋でずっと寝てて、なんかこう、ね、そんなに眠たくないのに寝たり起きたりしてると多分深い眠りに入れないから夢を見るんですね。いろんな、なんかすごい可愛い彼女ができる夢を見て、それも深い。今日はそういうテーマかな。夢を見て目覚めた、なんかその彼女ができたらああいうところに行きたいなとか、こんなことを一緒にしたいなみたいなのをこれからこなしていくぞっていう、なんかこうワク感持って夢から帰ってきて、あって起きたら散らかった部屋で、雨降ってるし部屋暗いしみたいな感じで、現実という鋭利な刃物が私の五体を切り刻む、そんな夜でございます。夜でしたね。なうなよ、楽しくやる。なんかツアーどんなツアー中はっていうことで、今日はしこたま飲んで帰ろうと思います。でもアルバイトで車を運転したりするんですけど、朝礼の時にアルコールチェックでこうふーって息をやるやつをやらなきゃいけなくて、あんまり深酒をしちゃうとそれで、アルバイトに穴を開けてしまうことになって、この前も一回それをやってしまって、こっぴどく店長に叱られました。なので今日は、2時ぐらいまでストップしようかな。まだでも時間は結構あるんで、2時まではいける。閉店までやな。はい、みんなもうこの居合わせた皆さんの力尽きるまでアルコール摂取を4年なくいねえよそんな。雨が続いてます。本当にお足元の悪い中どうもありがとうございます。秋の長雨というか停滞前線で雨が降り続いていて、夏が終わったなと、この雨の、なんか雨の時期に入った瞬間に寒くなったし、夏が終わったなと思って、若干季節間に合わなかったんですけど、夏が終わる歌を一番最近作った歌があるんで、それを歌いたいと思います。星屑の海の底で
月の船、虫の声、宵まつり。長袖に滑り込む暖かな着心地に嬉しくなる。七色の輝きが頬を刺す。そんな季節が終わる。夏夏さようなら。君と言ってないことがある。だから待ってて、また会える日が沈んだ空に向けてさようなら。夏が終われば人も獣も冬の支度に追われ、しこも世話しないから、君のことすぐに忘れてしまう。夏夏さようなら。夏夏さようなら。君に言ってないことがある。だから待ってて、また会える土の軽風に乗せてさよなら。夏夏さようなら。は群れを作って西を目指した。何にも取れない荒野の果てに光を見た。太陽が沈むとこへ互いを気遣いながらゆっくり歩いて行った。動けなくなったもの、息絶えたもの、その度彼らはしゃがみ込み、ただ祈った。安らかな日々であった。足跡のように点々と骨を残していった。
知らない金を残して街を去った太陽が沈む場所へ足跡のように点々と骨を残していった若松市というところでございます。去年の6月に東京に上京してきました、音楽を、生活の中心に据えて、おります。もっと音楽が生活の中心に、なるようにできるように、頑張っていろんなところで歌っております。また皆さんに聴いていただけるの楽しみにしております、次会える時までの、寂しくないように今日は CD を用意してございますぜひぜひまだ並べてないんですけど割って声かけていただいたら準備というかこういうのがあるよっていうのをお見せしますので、それから、YouTube にもちょっと曲が載ってたりとか、ホームページに歌詞が載ってたりとかTwitter、Facebook で、もうございますので今日いらっしゃる方はほとんど Twitter、Facebook 何かしらつながってる方がいるかもしれません、でもまだの方はぜひつながれば、金運がアップするという噂が、立っております。じゃあ最後、午前3時の子守唄という曲と、その後短い曲シネマという曲を歌って、出番を終わりにしたいと思います。どちらもですねなんかこう人生について、ポジティブな気持ちで考えて作った曲です。どうもありがとうございました。菅野総一郎でした。お前も誰か
暖かであるように。ありがとうございました。